マエケン、七支柱の早川にボロクソ言う。取ってくれないゾーンに投げ続けるバッテリー。おいおい何してんの。フォアボール多すぎ。早川ってコントロールいいイメージやったわ。投手をランから帰れんしストライク投げるだけでいいのに。配球に苦言を呈するマエケン、こだわりすぎ。チェンジアップは素晴らしいのに。マエケンすげえ苦言言ってて草。古賀は結構こういう時意地になるんだよな。言い方めっちゃイライラやん。クソ試合が盛り上がってきたぞ。ノーアウト満塁から押し出し。マエケン、ああ、なんでそのボールにこだわるんですかね。僕だったらもう投げたくない。早川投手も首振っていい。壊れちゃった。変えて欲しそうにベンチ見るな。4回フォアボール7で少年野球界。ネットリブチギレマエケン。マエケンええやん、代表戦となると少しの批判もしない解説陣ばっかだし。早川の露骨に態度顔出すのやめえや。鼻の穴どんどん広がってるやん。なお清水が完璧な火消し。さすが清水。チュニドラさん大活躍で草。清水に頭上がらんな。早川子がもう代表で使えん、二人相撲やね。普通の相撲やないか。草。まあ早川は来年相当頑張らないと WBC 呼ばれないかもな。マエケンの解説が全てやろ。